はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつもね、私のチャンネルをご清聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、本日はですね、2023年、カンボジアのクメール、ニューイヤー、クメールお正月、これカンボジアとかタイの方はですね、この4月の時期がこれお正月になります。まあ日本でいうね、旧正月みたいな形ですかね。はい、でジェット谷の方もですね、街の中ね、車走らせてみました。1月ね1日ぐらいにドーッと人がいるのかと思ったらですね、どこもねこれ閑散とします。これね、首都プノンペンにある唯一の、ね、カジノの、ね、ナガワールドの前ですけどね、イルミネーションは非常に綺麗なんですけどね、人は誰もいませんということです。はい、このクメールお正月の時はほとんどがね、皆さんはね、あの田舎に帰るっていう場合が多いので、まあ、首都プノンペンはね、お店もほとんどクローズになってもう閑散としてるっていうことなんですね。私も普段はいつもね、大体もうこの時期日本に帰るんですけども、まあ今回はちょっと仕事があってね、帰れなかったっていう感じですね。はい、リバーサイド上でいつも賑やかなんですけども、綺麗なんですけどもね、もう全然人がいませんという形です。はい、これはね、少しね上の方に上がったね、ワトプロンっていうね、すいません、ちょっと説明できません、ワトプロンがねはい、この辺もね、綺麗なイルミネーションしてるんですけども、人は全然いません。昨年はここでね、水をかき合ったりとかね、パウダーね、かき合ったりとかしてた場所なんですけどもね。はい、イルミネーションで、ね、綺麗にしてますけども、でこちらお正月始まりのね、夜はね誰もいませんという感じでね、まあ、綺麗なイルミネーションだけがね、目立つかなっていう感じです。はい、もう一度ね、街の方にね戻ってみたいと思います。はい、ね、やはりね、私の動画でですね、ガールズバーのあたりをね、いつもね撮ってくださいっていう風にね言われる方多いですけど、ね、私別に風俗レポーターじゃないので、はい、不動産業者として街をご紹介してるだけです。はい、こちら136ね、1本目、北のところね、ガールズバーです。昔ここ何にもなかったところなんですけどね、今こちらの方が結構華やかになってきています。はい、だけどまあ全然、まあもう外国人もいないような状況で、まあ女の子もまあ普段ね、いないかなって。またね、その女の子もなんかこうね、ケーキの売れ残りみたいなねすいません、失礼いたしました。はい、ね、こういう差別的な表現ダメですね。はい、まあちょっとね、元気のないね、ガールズバー通りかなという感じです。ここメインのね、136ですね。はい、人はいますけども、本当ね、ちょっとね、まあ田舎に帰らない、女の子たちがまあ働いてるかなという感じですね。これいつも私右側と行くのが、オストロっていうね、美味しいレストランですよね。はい、ね、ただね、ここから通りを、ね、1本、2本、3本、これ 108通りっていうのかな、なると、この若者たちがねバーッと集まってて、ここでね、水鉄砲をかき合ったり、バケツの水かけたりとかね、パウダーかき合ったりとか、ちょっとね、乱れた状態ですよね。もう若者たちもほぼ10代ですよね。はい、いらんところに車突っ込んだなっていう感じでね、車にも思いっきりね、水とかパウダーかけられてる、まあ、そのあたりがね、カンボジア、あ、今ね水かけられてます、こんな感じでね。これバイクとかで通ったらもう最悪の状態ですよね。はい、たまたまね車だったんで、まあでも車にね水かけられてもびっくりしますけどもね。はい、今度ね、西からね、東のとこ入ってみました。はい、もう水ぶっかけられまくりでね、ね、若い子たちがね、騒いでるって感じですね。まあ、あとね、バイクね、カンボジアね、バイクの免許はないので、まあ、子供、小学生でもバイク乗れるっていうね、国でありますけども、ちょっとヘルメットかぶってないんで、ね、危ないし、みんな飛ばしすぎなんでね、まあね、お正月でハメ外さずにいいんですけどね、まあ怪我だけね気をつけてもらいたいなって。若い子で、ね、お休みで怪我したらね、バカみたいですからね。はい、ここずっとですけどもね、こう通ってね、でこう水かけ合ったりとかね、面白いですね。さすがにね、もう私の年代ではこういうのをね入れないかなって思います。はい、あとまあちょっと地味なんでね、やっぱり水かけでしたらバンコクの方が面白いんじゃないかなっていう感じで、水ね今かけられてワイパー動かしてっていう感じですよね。はい、バンコクのね、スコンピットのあたりのバーッと方が、水かけの方が面白いかなっていう感じ。あれだとね、まだね私も参加できますけど、ちょっとこれやっぱりローカルの中っていう形なんでね、ここにゴンと入っていけるっていう感じにならないですよね。まあシリマップの方のね水かけ結構盛んみたいですけど、私シリマップね、もうほとんど行ったことないんでね、まあ、全然わかりません。まあ首都プノンペンはまあこのね、ガールズバーのね上の方の通りの辺がね、若者たちのね、もうね発散の場みたいな形になってました。こんな感じです。はい、いかがでしょうか。はい、クメールお正月のね、様子でした。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、ここで終了いたします。次回更新をお待ちください。よしばチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。それではハッピーニューイヤー、ハッピークメールニューイヤーでした。それでは皆様 See you。